はい、おはようございます。おにぎりのお時間です。恒例の、最近は料理作ってないんですね。寝るのにくしゃみしてますね。またお客さんが来たら私出ていかないといけないんで。ラップおにぎりです。いつもの簡単に素早くできますよ、これは。これは、私は多めにやるんですよ、ラップ。なぜかってこう、広げて落ちないのに。あの人、こういうとこまでケチるんですよ。ただ、あの人のおにぎりはうまいんですよ。力があるけど力使わないんで。なんこれ？ポーク、卵、味噌。うまい！ポーク、卵、味噌、おにぎり。ポークは入ってないね。なんか味噌おにぎりだ。卵がちょっと余ったから上に見せるために置いてるんだけど。なんでこの沖縄人だけですかね、この賛否ちゃうんですよ、味噌おにぎりと。ぜひ沖縄に旅行されるときは賛否ちゃう。味噌おにぎりと三品茶でしょ。ポーク卵じゃなくて。だからこれ原価計算しないで、自分で作るポーク卵とか味噌おにぎりとかうまいっすよ。味噌いっぱい入れるんで。あの人が寝てるからいいですよ。これもおに味噌だけでもう45円ぐらいします。これは100円で売ってたわけですからね、前は。こんなぐらいの量だったら、スーパーの金入れたんだと、白飯だけでも120円で150円じゃないですか。乗りつけて。ただ、最近よく考えてるのは、弁当屋さんの儲かるシステムで儲かるようにしていかないと、大きな時に。いつまでもバカにされて、弁当屋さんって。私もあの、ツッコミが多いんで、自分のアカウントっていうか、自分のタイトルの弁当を消しましたから、あれ見て弁当屋って入れてると。もう、どんなにここでいいこと言っても、見た時に弁当屋って入ってるから、なんで弁当屋のおっちゃんが喋ってんだみたいなツッコミ多いんですよ。あれ消してからなくなりました。あれ見るんですかね、最初の。本来なら弁当屋なんで、書くべきでしょうけど、また一回伸びていって収入が入れば書こうかな。収入の問題です。もう本当に負担が多い。収入も少ないのに毎日毎日いろいろ悩んで、なんか突っ込んでくる人もいて。皆さんどうぞですね、あのアンチもいいんですけど、アンチとかあのコメントとかいろいろ書く人もいいんですけど、登録者数とかこの YouTube だけで飯食ってる人にはどんどんやっていいと思うんですよ。我々みたいな底辺な収入もないのに一生懸命頑張って、仕事の合間に一生懸命やってて、仕事もやっててダメージ食らってるこの飲食店で、またそれに YouTube でもっていうのは結構きついですよ。ただもうやることっていうかできないじゃないですか、私。だから泣くに泣けずっていうかでやってますけど、まあましてやまたその助ける人もいないじゃないですか。あと弁当買ってくれてもずーっと長続きして弁当買う人いないんですよ。だから最近はもう、最近の人には悪いけど、またこの人にも裏切られるのかなと思ったら、もうあんまり昔みたいにこういっぱいましたよ、おじいちゃんとかいろんな亡くなった方もいっぱいいますけど、おじいちゃんなんか。いっぱいいましたよ、道歩きはもう。あの、スーパーとか行ったら、よーって大体おじいちゃんとかに、おばあちゃんとかに声かけられたんですよ。もうみんな来なくなりましたよ、道やっても。逆に無視しますよ。来てないんで、逆に、あの、悲しいですよ。逆に弁当に来なくなったんで、スーパーとかで、遠目に見て逃げるんですよ、みんな。また何か言われるんじゃないかな。うちの母ちゃんその点楽ですよ。
顔覚えられてないかマスクしてるから平気じゃないですか。どんどんいけるんですよ。俺なんかマスク目ちょっとかく目だけ出しててもバレますからね、大きいし。あれが辛い。だから行きたくないけど、あいつは堂々と行く。ただあいつは私のこと冬だからと思ってる。まだよーって言って、スーパーの店員なんかもみんな仲良くって弁当買いに来たりして、警察官でも通ると手挙げてましたけど、警察官ですら、あれ勤務、なんて言うんですかね、任務っていうか、向こう見てますからね、こっち見ないですから、警察官ですらですよ。救急車の隊員でも向こう見ていきますからね、自動車学校みんな向こう行き、向こうに、向こう見ていきますよ。こっち、この一瞬間だけ、私が立ってると。まあ、嘘じゃないですと、動画撮りますか、こっちから。みんな向こう見てますよ。前は母ちゃんとあれ売り出てたんですよ、あっちのアパートが。あのアパート買いたいのかなと思ったんですよ。今も売り出てないんで、見る必要ないんですけど、みんなあっち見てますよ。この近隣の人もみんなあっち向いてますよ。何かいいのかな。うちの方が景色いいじゃないですか。あの、弁当屋なのにお布団とかいっぱい並んでるし、おうって思うんじゃないですか。あれも協力してくれてると思うんですけど、上の人が。弁当屋の看板の上にお布団バンバンかけてるじゃないですか、上に。上からお布団をして。あれが、まだ、あっちよりあれの方が楽しいかな、もう見ないんですよ。なんでですかね。楽しい話がいっぱいありますよ。これは短くやりますよね。おにぎりを食べる。味噌おにぎり。最高にうまい。うん。朝のルーティン。なんか、YouTube も夫婦でもっと伸びることやってきたけど、一人寝るじゃないですか。一人寝るじゃないですか。伸びて、金が入ってくるのになんでやらないのかなと思うんですよ。ここチャンスあるんですよ。僕のもうそこそこ行ってる登録者数バンバン見てるし、今。一回減ったけど、最近は、あのおかげで。いうか、普通よりは伸び率高かったんですよ。だから、アンチって言ってるんですよ。伸び率が減ったんで。もっと減ると思いますよ。このまま行けば。お前、くどいぞって。ただ、何回も何回も言っておかないと。いろんなあるじゃないですか。川遊びでも。行くな、やるなって言っても、行くじゃないですか。何回もやらないといけないんですよ。この話したことありますかね。僕は鹿児島を走ってて車で、そこに警察があるんで、そこ一回一旦停止した方がいいよって言ったんですよ、部下に。で、しなかったんですよ、その子が。何回も行ったんですよ、何回も。3回ぐらい行ったんですよ。鹿児島は、ああいうの厳しくて、一旦停止の前に隠れてるんですよ。前から言いますけど、そこで立ってて、停止ですよって言えばいいけど、ご丁寧に隠れてるんですよ、掴むために。鹿児島のせいじゃないですけど、鹿児島は多いです、本当に多いです。いろんな県が走ってて。変な話、新潟とかで見ないですよ、栃木とかその辺で。鹿児島は一旦停止の前に、あれだから安全な県なんでしょうね、それほど。警察官隠れてますから。こうやって隠れてますから。で、それを知ってたんで、ここにいるから、注意したんですよ。3回目注意した時に怒ったんですよ。大丈夫です。僕ももうそのぐらいわかりますからって。そしたら、あれはどこですかね。太陽がある、ロータリーがあるとこがあるんですよ。国部じゃなくて、イブ、なんかな。なんて言ったんですか、仙台。仙台の前、都の城っていうとこがあるんですけど、行ったら太陽があって、ここにロータリーがあるんですよ。そこのところでも私が、ここで止まってって行ったら、って言ったら、なんかやったんで、もういいやと思って。
いいやと思って黙ってももういいやって思ったらそのまま行ったんですよ、そいつロータリーのところタイヤの前に止まったら、2台に捕まります。言ったじゃないか、言ってくださいよって言うんですよ、今度はまた。うん、だからそういう言ってくださいよっていうか、何回もやらないといけないってことです。何回もバイク乗ってる時の名古屋の昔はあったんですよ、棚原本田っていうバイク屋さんが3回ぐらいやったらここ危ないからゆっくり走ってって言ったら、そいつ向きになってぶっ飛ばしたんですよ。ぶつかりますが、僕はもう飛び降りましたから、もうそろそろ来るなと思って、あいつここに刺さってましたから、救急車で運ばれてますが、見てるよその人、僕の親友、ここにハンドル刺さってましたから。でも彼は不死身です。彼のあだ名を僕は死神とつけました。似てるよあの人、頑張ってね死神さん、さよなら。